これとこれがすごい気になる。え、もうこれほんまに使ってみて。もうえ、使ってみた。ほんまにちょっともうほんまに売れへん。ほんまにマジでおすすめ。エレガンスのアイシャドウ、エレガンスのベースアイシャドウ、エレガンスのラプーダル、全部エレガンス。スーパーバイラーズの中村奈々です。スーパーバイラーズの中村桃です。私たち双子のバイラーズです。私の使ってるバッグはマルフローレンです。コロナ前に行ったハワイで購入しました。結構見た目はちっちゃいハンドバッグなんですけど、すごい中が結構マチがあって、こう容量がいろいろ入るっていうので、オンオフどっちでも使えるサイズっていうので購入しました。こちらのラルフローレンのトロベアオのエコバッグを使っています。あとこのルイ・ヴィトンのバッグも最近は使っています。黒いバッグ持ってなかったので、お上品な黒いバッグ探してこのルイ・ヴィトンに行き着きました。でも本当にお財布とリップとハンカチがかろうじて入るサイズなので、これだけであんまりお出かけするというよりはサブバッグと一緒にお出かけすることが多いです。私が使っているバッグはセリーヌです。これは私が東京に転勤が決まった時に頑張ろうと思って購入したバッグになります。オンオフどっちものコーデにも使いやすいので一番使ってるバッグです。見た目はコンパクトなんですけど、中すごくいっぱいいろいろ入ります。お洋服によってこういうあのピエール・アルディのバッグも使ったりもします。かわいい。これかわいいよね、うん、今度から使わせて。いいよ。いろんな雑誌とかでも特集されてて買っちゃいました。バッグの中身はラルフローレンのハンカチとラルフローレンのミニ香水。すごいラルフローレンが好きで、そのコレクターのように集めています。今日もトップスもラルフローレンにしました。ルイ・ヴィトンの化粧ポーチでエアポッツを持ち歩いています。私はフェイラーが大好きで、すごいフェイラーばっかり集めています。このポーチ私も男の子の方買おうとした。え、ブラウンのやつ、うん、え、めっちゃ可愛いやんな。お揃いする？いいよ。こっちのポーチもすごいお気に入りで、ちっちゃいのでリップとか目薬とかお薬とか入れるのにいつも持ち歩いてます。あとハンカチもテイラーで、クマちゃんのハンカチといろんな動物が写ってるハンカチで、テイラーのハンカチを使ってます。私の使ってる財布はクロエです。今までは長財布使ってることが多かったんですけど、最近こういったハンドバッグ、ちっちゃいの使うことが増えてきたので、ちっちゃいお財布を購入しました。で、あと結構オリジナル性があるものが好き で、この色も限定のカラーで、ピスタチオカラーが限定って聞いたのでこの色を選びました。中は思ったよりカードが9枚入るっていうので、必要なカードは全部入ります。キャッシュレスになっちゃったので、もう本当にあんまりお札入れないで小銭しか使わないので、カードと小銭が入るんですごい重宝してます。お財布はボッテガのお財布を使っています。この色かわいい。かわいいよね、うん、たまたまお店に入った時にこのカラーが置いてあって、ピンクが大好きなので一目惚れで購入しました。2つ折り財布でカードは6枚入ります。コンパクトでカバンにもサクッと入っちゃうので重宝しています。ポーチの中身を紹介します。エレガンスのアイシャドウ、エレガンスなベースアイシャドウで、エレガンスのラプーダル、全部エレガンス。とこんなに持ってる。とエレガンスのベースメイク、エレガンスラズルのアイシャドウ。全部エレガンス。なんでこんなにエレガンスが集まったの？最初入ったのがこの結構有名なラプードル。あ、これ欲しいと思ってた。これ本当にこれした後一日本当にメイクがよれないので、もうこれしない日はもうすぐ分かっちゃうんですよね。今日やってないって、使ってみたい。この貸してあげる。これにハマってから次にこのベースメイクを買って、私ちょっとくすみとかがちょっと気になったので紫にしました。じゃあ私もこれ使えるね。一緒だからね。で、アイシャドウはこれ秋のカラーなんですけど、結構その色味が、私イエベ秋なんですけどに色合うアイシャドウなので、ピンクとか入れたい時はここら辺を使っています。普段アイラインあんまり使わないので、このちょっと濃い茶色のアイシャドウで、ちょっとアイライン風に使ったりしています。アイラインしてないの？してない。え、してるの？してるよ。なんかしたらぼやっていつもアイシャドウでアイラインしちゃうんだよね。へー。
これが今年出たエレガンスラズルっていうシリーズなんですけど、エレガンスラズルって1回販売したらもう再生産しないので、これもう売り切れちゃってないんですけど、この17番のアイカラーが一番お気に入りで、色がすごい綺麗で、こうちょっと光によってすごい色味が変わるので、急いでる時とかはもうこれ1色だけ塗って一日お出かけできるぐらいすごい綺麗で、どこのアイシャドウって聞かれるぐらいすごい綺麗で、見せて、ほら、おすごい、ちょっとこう傾きによって色が違うから、本当だ、おすすめです。でハイライトがシャネルのボーメイサンシエルを使っています。あ、これ一緒に買ったやつだよね。そうだよね。すごいハイライト迷ってて、アトコスメとかで1位だったので購入したんですけど、もう本当にすごいツヤ感が出て、今日も今一応つけてはいるんですけど、ツヤツヤツヤって本当におすすめです。最近もうやっと手に入れれたリップモンスター。何番使ってる？4番。私14番。なんかイエベ秋は14番の憧れの日光浴がちょっとオレンジっぽくておすすめっていうのをちょっと SNS で見つけたので、それに伴って14番にしました、結構色もオレンジ、今日もちょっとつけてるんだけど。でこれだけじゃちょっと足りないときはエルメスのリップも使っています。これも結構イエベ寄りでちょっとオレンジっぽい感じで、これもなんか限定のデザインらしくて、友達に誕生日プレゼントでもらったんですけど、すっごいお気に入りで一番愛用してます。ケースが可愛い、ね、しかもここ蓋がマグネットになってて、ここら辺でもピュンって閉まるんですよね。だから落とす必要も心配もあんまりなくて、おすすめです。いいね。このエアポッツのケースもハンドメイドで、レザーに自分の名前を入れてもらえるっていうので、これもちょっと名前好きだよね。ちょっと自己主張強いんですけど入れました。でもちょっと上の蓋がどっか行っちゃったんですけど、気に入ってるので。でもなんかあんまわからないよ。わからない、うん、こういうデザインかなって。あ、ほんと、うん、ポーチの中はスックのアイシャドウとスックのリップとスックのチーク、まずスックのアイシャドウなんですけど、02番のシグニチャーカラーアイズ02でイエベ明けに合うって言われてるアイシャドウを使ってます。すごい発色が良くて、すごい目元がキラキラするのですごいお気に入りです。このリップもイエベ明けに似合うって言われてるカラーで08番を使ってます。こんな感じの、あー似合いそうな色、深みのある。今日つけてるんです。今日つけてる、うん、似合ってる、おすすめです。ツックのチークリキッドタイプになっていて、もうちょっと出して、すごいピンクなんですけど、すごいそれをなじませて、あ、結構ピンクになるんだ。これをポンポンポンって塗ったら血色のいい顔色になるので、まずお気に入りです。あとはシャネルも好きで、これさっき紹介してたやつで、お揃いのハイライトで、あとこれが一番すごいお気に入りで、ヘルシーピンクなんですけど、これはもう直接手で取ってほっぺに塗るんですけど、すごい、それさずっと使ってみたいと思ってたんだよね。ちょっと教えてか、やってよ。いや、なんかこれポン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 って塗ったら、なんかお風呂上がりみたいなポンポンってした可愛いピンク色になるから、すごい可愛くなる。おお、気色いいでしょ。うん、うん、こっちもやって。いや、うんうん、可愛い。これ一番愛用してます。コンシーラーがこのイブサンローラーのスティックタイプのものを使ってるんですけど、クイックしたら液が出てくるんですけど、こうピッピッピッって塗って、こう手でなじませたらもう簡単にこう肌が明るくなるので、いつも持ち歩いてます。ジョーマローンのミニ香水使ってるんですけど、もうこれ本当にいい匂いで、これいい匂いだよ ね、これ大好き。つけ忘れることが多くて、だからいつもちょっと出先で人があんまりいないときでパパって塗って、振ってから待ち合わせ場所とかに行ったりしてます。とイヤホンなんですけど、私はソニーのイヤホン使っていて、エアポッツとすごい悩んだんですけど、絶対エアポッツの方がいいって。なんか電気屋さんに行ったら音は絶対ソニーの方がいいって言われて。そんな音こだわる人やったっけ。でもなんかすごい音が全然違うって言われたから、うん、じゃあソニーにしようかなって思って。重そう、ちょっと触らせて。あ、ちょっと持ってみた。あ、でも重さ同じくらいじゃない。高級感はエアポッツよりあるかも。でも結構可愛くない見た目、ケースなくてもこうバシッと決まる。この犬のヘアクリップが大好きで、いいね、それ私も使いたいから今度貸して。他にもあるからいいよ。うっそ、これ買ったん。前から持ってるよ。1個やと思ってた。でこれが一番好きなワンちゃんなんですけど、他にもこのダックスフンドとトイプードル。私白がいい。
え、これ白化していいよ。これはブラウンコーデとかした時にあのハーフアップとかでこれクリップしたら、うん、めっちゃいい感じかわいい。これも今日ピンクだから多分つけたらめっちゃ可愛くなると思う。確かに、ちょっと後でつける。さあ、私もいつも持ち歩いてるものがあって。何？ちょっとね、いつも友達にも何それって言う。出たこれクロスなんですけど、めっちゃちっちゃくて、これクロスってわからなくないですか？これあのマレーシアで買ったんですけど、いつも私糸ようじをするのがすごい習慣で好きで海外旅行行った時に忘れちゃって急遽ドラッグストアで買ったら、なんかこんなちっちゃいのが4個入りで90円で売ってて、え、安っ。めっちゃ安くないで、それで10メートル1個入ってるので、これで大体もう半年は持つんですけど、本当にすごいちっちゃくてコンパクトで、もさって出してもさってできるんでおすすめです。なんかさ、同じものを集めがちだよ ね。ちょっとコレクター気質があるよね。私ラルフローレンの集めて、フェイラーとか、で私もエレガンスで全部集めて、これとこれがすごい気になる。え、もうこれほんまに使ってみて。え、使ってみたい。ほんまに揺れへんから、もうちょっとな、ほんまにちょっとほんまに揺れへん。え、これでもうそのまま？そう、もうこれもう夜お風呂入る前に見た暁にはもう朝と変わらないみたいな。本当かな。